山君。うん、なんだ、知り合いだったのか。いや、向こうでの出来事が記憶されてんだな。君は本当にあんな感じなの。うん、あんな感じ。ごめんね。変われるってこと、もがみさんと朝霧さんが教えてくれたんだ。僕もみんなに変えてもらった。僕も誰かを変えられるかもしれないって分かったから、こうやって会えてよかったよ。